サメハダホシムシカワホシクチ動物モン、サメハダホシムシズナのトガ。三族からなり、サメハダホシムシメの唯一のトガである。サメハダホシムシズナは、触手が口の背側のみにあり、口を囲まないことが特徴。このツナには、サメハダホシムシメの他に縦ホシムシメが含まれるが、縦ホシムシ類は、体幹部に、体表の一部が硬くなった、縦上部を持ち、 サメハダホシムシ類は持たないことで区別できる。属の特徴は西川による。学名と分類体系はワールドレジスター・オブ・マリーン・スピーシーズに従い有効名とされるもののみを挙げた。なお、2012年に発表された分子系統学に基づく分類体系では以下の三族のうちアンチラサメハダホシムシ属を独立のンアンチリソマティデに昇格させ、 本家には、イトクズホシムシ族とサメハダホシムシ族の二族のみを含めている。アンチラサメハダホシムシ族アンチリソマは、汗乳粉表面に針を持たないこと、対抗内で食道に沿って伸びる管に重毛が生えることで、他の族と区別できる。イトクズホシムシ族アピオンソマスルッター、1902は、 アンチラサメハダホシムシ属とは違ってフンに針を持つこと、収縮管に縦毛がないことに加えて、体壁の縦筋が分離しないことで、他の属と区別できる。アピオソマスルーッター、1902とエドメンドセウスの2、ア族に分類される。エドメンドセウスは、口述するサメハダホシムシ属のア族とされることもある。サメハダホシムシ属ファスコロッサマロイコカート、 1828は、糸くずム虫族と、同じく糞に針を持ち、収縮管に重毛を持たない。糸くずム虫族との違いは、縦筋が分離することである。フィッシャー・アーナと、サメハダム虫ア族ファスコロス様ロイコカート、1828のニア族に分類される。アモイの食堂の土竹の古刀食用や、釣り絵用に利用されることがある。 中国福建省の料理である土竹のことは、現地で土竹の子、小川の生虫と呼ばれる、サメ肌星し虫族のファスコロッサマエスキューレンタを、煮こごりにしてタレをかけたものである。土竹の子は、虫物、カユノグなどとしても食されており、石膏省などで養殖も行われている。ありがとうございます。